こんにちはウィラーです今回は、ベンディーボーンのセットアップを自動で行うアドオンを開発しましたので、その機能と使い方をご紹介したいと思います。インストールは、ダウンロードしてきた ZIP ファイルをそのままインストールしてください。インストールすると、ツールシェルフにタブができます。 使い方ですが、このアドオンではこのように編集モードでセットアップを行いたいボーンを選択してセットアップボタンを押すと自動でヘッドとテールにベンディーボーンのハンドルを追加しますその後ベンディーボーンのカーブの各値を設定しますここで X アクシスミラーにチェックが付いていると ボーンの名前を自動で判別して左右対称のボーンのベンディーボーンの設定値が更新されます。 このように左右対称なベンディーボーンを手作業で設定するときには、x i n アウト値、ロール値を左右で政府が逆の値を入れる必要がありますが、自動で入力してこの作業を軽減します。 ベンディーボーンのカーブのほかにボーンの太さやハンドルの長さも変更できます最後のボリュームバリエーションですがストレッチトゥーコンストレイントのボリュームバリエーションの値になります設定はポーズモードで確認しますポーズボーンではこのようにストレッチトゥーコンストレイントが追加されますまた ベンンンンディーボーーボボのカススタムリファレンスボーンが設定されます。またこのアドオンではポーズモードでベンディーボーンの値を変更することもできます先ほどと同じようにポーズモードでトランスフォームしたいボーンを選択しトランスフォームボタンを押します 編集モードのときと同じように値を変更します。 キーフレームを打ちたい場合は、インサートキーフレームズをオンにして、コンファームボタンで決定します。トランスフォーム時も X アクセスミラーにチェックが付いていると、左右対称ポーンを自動判別して、x インアウト値、ロール値に政府逆の値を自動で設定します。基本的な機能は以上です。 次ににハハンンドドルルの親ハンドルについてご説明しますこのように2つまたは複数のベンディーボーンがクロスしている箇所をまとめて動かす親ボーンを追加する機能です先ほどと同じようにボーンを選択しこのチェックボックスをチェックして セットアップボタンを押しますそうするとこのようにクロスしている箇所のハンドルボーンをまとめて動かす親ハンドルボーンが追加されますこの時ハンドルボーンの親は選択していたベンディーボーンの親が設定されます 目立つのでお気づきかと思いますが、追加された親ハンドルボーンの名前がこのような長い名前になっています。これはプログラム上の都合で、クロスしているボーン名から生成したハッシュ値を一時的な名前として付けています。ベンディーボーンの設定がもろもろ終わって、セットアップが確定したらリネームツールで好きな名前にリネームしていきます。リネーームツールは、 ポーーズモードにになると、ここに用意されています。リネームしたいボーンを選択してプラスボタンかリロードボタンを押しますすると選択しているボーンがリストの中に表示されますので順番を調整します リストの上から下に向かって順番にリネームが行われます。一気に追加してもリストの中の順番はバラバラになりますので、一つ一つ追加することをお勧めします。次に、ボーン名のベースとなる名前を入力します。最後に連番の設定を行います。ナンは連番をブレンダー本体に任せます。 アルファベットはエクセルの列のように ABCD とアルファベットを連番の代わりにつけていきますナンバーは通常の連番です L や R など左右を示す接頭時設備時はプログラムが自動で判別して付加します最後にリネームボタンを押します 押した後、ちょっとと、画画面面を動かすす。リネーム結果が画面に反映されますこのリネームツールは親ハンドルボーンの名前をプログラム上で自動で付けることができなかったために作りましたがベンディーボーン以外のボーンのリネームにも使用できますのでぜひご活用ください。 親ハンドルボーンについての続きです。最初に親ハンドルボーンを追加していなくても、後から追加することもできます。ただし、すでにハンドルがあるかどうかは、ボーンの名前で判別しています。ボーンの名前を変えてしまった場合や、すでに手作業でセットアップしたベンディーボーンでは、 また新たにハンドルボーンが追加されてしまいますのでご注意くださいまた追加されるハンドルボーンの名前につく窃盗時や設備時はディテールの欄で変更できますまたハンドルボーンや親ハンドルボーンの親は 選択していた各ボーンの親が自動で設定されますがこのスペシフィックボーンモードにして特定のボーンを指定してセットアップするとそのボーンがハンドルの親として設定されます変えたい場合はこの機能を利用してください親ハンドルについては以上です 次ににドドライバーハンドルについてご説明しますセッットアップボタンを押すときに、このチェックボックスをチェックします。すると、このように各ベンディーボーンに直行するボーンが2つずつ追加されます。ベンディーボーンには自動でドライバーが設定され、 ボーンの移動回転拡縮でベンディーボーンの各値をトランスフォームできるようになりますこのアドオンでは先ほどお示ししたとおり左右対称にトランスフォームを行うことができますしまた編集ポーズモードともに各値をドラッグしたときの 増減量も通常より細かく設定できるようになっているので、実寸で作ったモデルのさらに表情などの細かいパーツに設定した便利ボーンを値で変更するときの負荷も軽減されています。しかし、ドライバーボーンを追加することにより、直感的に便利ボーンの形状をトランスフォームすることができます。説明は以上です。ドライバーボーンの設定項目に New と Specific がありますが、 これはドライバーボーンを別のアーマチュアに追加する機能です。自身のアーマチュアに追加すると、レンダリングするときに結果がワンフレームずれると思っていたのですが、この動画を作るにあたり再検証したら現象が再現しませんので、どうやら私の勘違いだったようです。ですが、せっかく作りましたし、再現したら嫌なので残しておきます。以下、使い方を説明しますが、 使わない方はここで動画を止めていただいて結構です。ご視聴ありがとうございます。それではまず、ドライバーボーンを新規作成したアーマチュアに追加します。New を選択し、新しいアーマチュア名を入れて、 セッットアップボタンを押すとアーマチュアが新規作成されてドライバーボーンだけが新規作成されたアーマチュアに追加されますアーマチュアを新規追加するとき このチェックボックスをオンにすると、新規アーマチュアに親ボーンと同じ形状のボーンを追加して、親子階層を作ります。このボーンを操作すると、元となったアーマチュアの親ボーンにトランスフォームを伝達します。このように、 元の親ボーンにはコピートランスフォームコンストレイントが追加されます既存のアーマチュアにドライバーボーンを追加することもできます スペシフィックを選択して、別のアーマチュアを入力し、セットアップボタンを押します。先ほどと同じように、指定したアーマチュアにドライバウォーンが追加されます。今度こそ以上です。 ベンディーボーンを手作業で設定していくと、数が多い場合は数時間から1日がかりの作業になってしまいますが、このワードオンがあれば数分の作業に短縮できると思います。ぜひご活用ください。次回はアニメーションなどの作業効率をアップするツールのリリースを予定していますので、ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。